こんにちは、日向一です、えー、今回は、えー、夫婦カウンセリングで、えー、性的に満たし合う大切さを実感ということで、えー、とある女性クライアントさんに、まあ、アドバイス動画というか、あのー、カウンセリングの、えー、とクライアントさんのために、えー、とお話をしていきたいと思います。日記を書いててくださって っています、ね、でえっ、ー、とまあえっ、ー、とだいぶ夫婦関係がまあ回復しているということですねえーまあ以,上えー、と以前と違うところは主人と一緒に毎日生活をしていないけれど、まあ、あの別居中なんですねまだねえっ、ー、と性的に互いに満たし合っているえー 思いやりを持って相手の気持ちを考えて接している。で、えー、と以上の2点で主人との関係はとても良くなっている気がしますと。で主人も私に対して優しくなり、えー、誰々と今夜は飲みに行くとまあ以前では考えられないのかい回り私も心が落ち着いていますと。 で改めて夫婦生活における性的に満たし合う大切さを痛感していますということですね。であの、まあ、聖書の中にあの、まあ、私自分の名詞にも書いてるんですけど「えー、人を潤すものは、まあ、自分も潤される」という言葉があるんですね。でえー、それはあの なんて言うでしょうまああらゆる人間関係のまあ原則と言っていいと思うんですよね。まあ、神様が私たちに教えてくださっているあの原則ですけれど、えー、なんて言うんでしょう、まあ、満たし合う。で、えー、特にあの性的なまあ満たしっていうのが、まあ、ご主人との関係では 大切なんんでですすということをお話し,したんですねでそれは、まあ、これ何度も読んでいるところですけれど信玄、まあの5章の、えー、18節ですね「あなたの泉を祝福されたものとしあなたの若い時からの妻と喜び楽しめ愛らしい目ジ麗しいかもしか彼女の乳房がいつもあなたを潤すようにあなたはいつも彼女の愛に酔うがよい」。 まあこれは夫たちに対するまあ神様の勧めなわけですけれどまあ彼女の乳房がいつもあなたを潤すようにというふうに「潤す」という言葉なんですけれどまあ潤されるとまあ相手を潤すことができるようになるということなんですよね。 まあ別の言い方をすれば私たち自分が乾いていたら他の人を潤すことはできないということなんですね。で神様は、まあ、あの妻との性的な関係を性生活を夫にとって泉だというふうに言ってるわけですね。でそのことを、まあ、このクライアントさんにはお話をして、まあ、それをあの取り組んでくださっているというかあのそういう。えー ことなんですけれど。まあ、そういう意味で、あの。まあ、良かったですねということなんです。あの、よく頑張、よく頑張りましたねっていうか、まあ、私別にそんな。よく頑張りましたねって言えるような、あの。あの。ことでもないというか、まあ、励ましいという意味なんですけど。あの。 まあ、聖書の言葉を受け止めてくださって、まあ、そこに従ったことの祝福というふうに言うことができると思うんですね。ですので日向、まあ、先生、えー、とイエス様ありがとうございますと書いてくださいましたけど、まあ、本当にイエス様のおかげ、まあ、神様のおかげだと思うんですね。私はただそれをお伝えしただけなのでですのであのこれ大事なんですよね。 かか書いてくださったのは、大切さを痛感していますですね。大切さを実感って書きましたけど。えっ、ー、と、改めて夫婦生活における性的に満たし合う大切さを、まあ、痛感していますって書いてくださってますけど。この痛感っていうのはすごい大事なんですよね。私たちの人生で本当に学ぶ時、ああって痛みを伴う。あの、感覚っていうかね。あ、本当に今まで相手を傷つけてしまった、まあ、相手を苦しめてしまったっていうことを。 そして「あこうしてあげればよかったのに」あ「あこうしてあげれば相手は喜ぶんだ」そしてそれを通して「まああの夫は私を愛することができるんだ」っていうことを、まあ、痛感するで神様はこの痛みを通して私教えてくださるんですよね。だからあの今心落ち着いて。あの 生活されているで一つ一つすぐには関係は修復完全には治らないけれど、まあ、忍耐を持って毎日毎日丁寧にあの進めていきたい、まあ、歩んでいきたい、まあ、淡々となんだけれどできることを大切にしてやっていきたいっていうそういう意味ではあのなんていうでしょう、まあ、間違った道から正しい道に戻ってこられているのであのきっと 神様もそのあなたの努力をねあの祝福してくださると思うしあの、まあ、以前はあの、まあ、性生活の中でもあのご主人から思いやりを感じられないっていうことがありましたけれど、まあ、今はそうやって満たし合う、まあ、自分が相手を満たすだけではなくてご主人もあなたに対して、まあ、いたわりとね あの優しさを持って接してくださっているということだと思いますのであのそれも本当に神様からの祝福として感謝して受け取られるといいんじゃないかなと思いますはいということで、えー、性的に満たし合う大切さを実感じゃなくて痛感でしたね、えー、ということでお話をしましたそれでは今日はここまでにしたいと思いますありがとうございました